やっばいなって思うバイク乗りの方はいます。正直、日本語が通じないような人も中にはいるんですよね。バイク歴が長いイコール自分は上級者だって思ってる人ね、自分が警察官になったかのような、悪を裁きたいみたいな気持ちの方が多い気がします。若者に嫌われるぐらいだったらいいですけどね、犯罪とかセクハラとか誹謗中傷とかね、 SNS で拡散とかされたりするので気をつけた方がいいですよ。昔みたいにいいじゃんいいじゃんじゃなくて、もうほんとねシビアな時代になってますから、昔は大丈夫だっても今はそういうの通用しなくなってるんで、ほんとね調子乗ってると痛い目見るんで。はいどうもこんにちは、島です。島の元ブログ、略して島ブロです。いつも皆さんありがとうございます。今日はちょっと愚痴コーナーなので、不快に思われる方もいらっしゃると思いますので、こういうのがね嫌いな方は、もう動画を見ずに、退出していただいて結構です。今回は嫌われるおっさんライダーということでね、こういうちょっと、物議を醸し言ってしまいそうなちょっとネタをね、放り込んでみたいなと思います。ネタ半分、ガチ半分なんですけども、嫌われるおっさんライダーということで、本当ねバイク界隈、なんかこうね一部ちょっと頭の悪いおじさんライダーがいるという噂をね、聞いてます。大半も9割9分は、めちゃくちゃねいい人ばっかりで、バイクのコミュニティではいい人多いな、楽しいなって思う人が、いる一方でですね、ちょっとマナーの悪いというかちょっと、外れた人もいるのも事実ですよね。そういうお話もちょっとしていけたらな、注意喚起もしていきたいなと思って、こういう人には気をつけろっていうことで、動画を撮っていきたいなと思います。自分も YouTube、バイク系の YouTube 始めて10年ぐらいになるんですけど、やっぱねいますね。特に匿名のコミュニティ、SNS ってそういうところじゃないですか。YouTube とか Twitter とか、本名が出ない、顔も出ないということで、もう好き放題書けるんですよね。そういうところではやっぱ自分の本心っていうのが出るので、実際に、お会いする以上にやっぱりこうやっばいなって思う、バイク乗りの方はいます。正直、日本語が通じないような人も中にはいるんですよね。でそういう人に、付き合っちゃうと本当精神が病んじゃうし辛くなるし、バイク楽しみでバイク乗ってるのに楽しくなくなってくることもあるんですよね。そういう時で、どういう人に気をつけたらいいのかっていうところを紹介しますので、参考にしてほしいなと思います。当然もうこういう話が嫌な方は当然退出していただいて結構です。で、僕も、おっさんライダー大好きなんですけど、大好きなおっさんライダーと大嫌いなおっさんライダー二通り分かれます。で、悪口を言うためにこの動画撮ってるんじゃなくて、ちょっとマナーの悪いね、人も実際いますよっていうことで、これからバイク乗る人とか、今、僕もおっさんなんですけど、おっさんライダーが、気づかずにやってる、マナーの悪い行動とか、嫌われる行動っていうのを、ちょっと僕の方から提言しますので、気づいてない方は直した方がいいかなと思います。いくつか紹介しますね。でまずね、一番よくあるのがマウント取りですね。本人さんはマウント取ってるっていう風な自覚ないんですよ。で何がマウントかっていうと、一つは知識マウント、知識を、いっぱい喋っちゃうんですよね。で人がやってることに対して、知識を被せてきて、ちょっとわからないような専門用語だったり、
これはこうなんだよみたいな知識でマウント取ってくる知識マウントがいます。でもう一ついるのがバイク歴マウント、自分は30年乗ってるとか40年乗ってるとか、まあその長い人が全部悪いって言ってるんじゃなくて、バイク歴が長いことを自慢するというか、バイク歴が俺はこんだけ乗ってる、お前は、まだまだ若造だみたいなね、そういうふうな比較をする人が、一部います。もう一つ三つ目がですね、技術マウント、私はこんだけできるとか、まあそのアマリングマウントだったりとか、まあその一部に入るんですけど、あの競技者とか競技やってる人とか、峠を走ってる人とか、まあ技術がある程度上手な人に、まあ、見られる傾向なんですけど、もっとこういう風に走らなきゃいけないとか、ライテクを語る人ね、はい、その3タイプがいるかなと思います。まあ僕個人的な感想なんですけどもね。で一つの知識マウントっていうのは、自分でカスタムできる人、整備ができる人だったり、いっぱいカスタムしてる人ね、そういう方には特に見かけられるかなと。まあ、例えばレバー、安物のレバー買ってると、そのレバーはダメだよ、こっちの高いレバー買わなきゃダメだよとか、そのリアサスペンションはダメだよ、こっちのやつにしなきゃダメだよとか、あとなんだろうな、まあ、とりあえずまあそのカスタムについていろいろこう言っちゃう人ね。バイク乗りってみんな詳しいわけじゃなくて、詳しくない方がほとんどやと思います。僕も詳しくないんですけど、そういう時にね、ちょっと喋るとそれは違う、あのそのカスタムは危ないみたいな、まあ、その親切心で言ってるんだと思うんですけど、もう自分のこう聞かれてもないようなことをね、いっぱい喋る人がいます。それ話して聞いてる方はね、もう何こいつって思うので、ほんまやめた方がいいですよね。知識マウント、まずは、ね、自分の知識をこう喋ったら相手がこう得するとか思わない方がいいですね。はい、この2つ目がですね、バイク歴マウントみたいなやつですよね。自分は30年乗ってるとか20年乗ってるとかっていうことを、いちいち言ってくる人ね。そういう人に多いのが、まあ、多分高齢ライダーなんですけど、バイク歴が長いイコール自分は上級者だって思ってる人ね、コメントでもよくあります。よくあります。これがね一番多いかな。まあ自分の知り合いとか練習会来られる人とか、いい人ばっかりなんですよ。自分30年乗ってるけどまだまだ、よく分かってないから練習会に来ましたとか、自分20年乗ってて昔は峠でねバリバリやってたけど、やっぱ体力が落ちてきて、バイク歴は長いけどやっぱ運転技術はそんなにないからっていう、その謙虚な人はもうほとんどなんですけど、一部そのバイク歴が長いことでバイク歴の短い人を下に見て、特に初心者ライダーさんとかを下に見て、昔はこう乗ってきたんだみたいな、30年乗って一度も立ちこけしたことがないみたいな、お前は技術がない、私は技術が高いみたいなね、そのバイク歴でこう優劣をつけちゃう人ね、もう本当やめてくれって感じですよね。そういう人いないですか？ツーリングとかでもいると思うんですよね。自分、何年乗ってるみたいな、私が若い頃はみたいなね、そういう聞く側の立場として、だけ何って感じなんですよね。なるでしょう。やっぱ若者にそういう話するとだけ何って思われちゃうので、自分のバイク歴をこうなんていうかな、こうひけらかして喋るのはいいイメージ出ないので、絶対やめた方がいいですよね。なので僕も言いたくないんですよね。言いたくないから、言いたくないというか言う必要ないですよね。自分が何年乗ったかとかね、何年乗ってるか聞かれたらまあ言いますけど、自分からこう言うことはないかなっていうね。コメントでもあったのが VFR のなんか乗り味
はこうなんだ、あ、僕の感想としては、は重心が高いな、乗りにくいな、重たいな、旋回がもっさりしてるな、まあでも V4 バイクだから、大きいコーナーは気持ちいいんだけど、低速の取り回しはねこうやりにくいな、やっぱ足回りが硬いせいかな、ちょっともうちょっと動かしたいな、ね、ハンドルも切れ角も全然ないけどこのまま小回りするには、どうすればいいかなみたいなね、そう事実を話しすると、やっぱ怒ってくる人はいますよね。あのバイクの文化を、何偏った評価が残念、バイクの文化を理解する視野が狭くて話にならないみたいなね、まあそういう人が、うん、まあ一部います。経験の浅い若者にはわからない本物の味がしますね。 VFR その技術を経験豊富なベテランライダーがうなるほどに高度なバイクなんだみたいな、いろいろ経験すると、分かってくる、まだまだ若造だみたいな、そんな話をしてくるので、ああそうですかっていう感じで全然返してはないんですけど、じゃあジムカーナとか競技おいでっていうね、うん、ジムカーナ一緒にしましょうっていう感じですけどもね、人がやってないことをね僕もあのなんケチつけるというか、それで楽しんでるんですよこっちは。うまくいかないことも楽しみの一つだって思ってるし、うまくいかないものを自分の乗り味に仕上げていく、で自分が乗りこなして楽しんでいく、ダメなところも、その良さの一つとして楽しむっていう、なんかこう側面もあると思うので、そういうふうに僕はあの考えてるんですけど、まあ一部ね、まあ嫌って思う人もいると思うんですけどもね、それをなんか、私はバイク歴が長いからお前は全然分かってないみたいに言い方されるとね、それ喧嘩売ってんのかって思いますよね。喧嘩売ってんのかほんまね、そういう話し方はおっさんライダーに多いかなと思います。はい、ちょっと口が悪くなりますけど、ね、無意識にこうマウント取っちゃうんでしょうね。はい、でそれにつながるんですけど、あのバイク技術、競技者とか、運転技術が上手い人にの中でもやっぱりこう鬱陶しいおっさんは多いんですよ。よくね、あのツーリング先道の駅でマウント取るっていうじゃないですか、マウント取られるうざいおっさんライダーがいるっていうじゃないですか。あの安全運転練習とか、ジムカーナはどうかな、ジムカーナまではよくわからないけど、そのバイク競技とかバイク練習界隈では、あのそのツーリングと比にならないほどこのマウント合戦っていうのがすごいんですよ。これあの競技とか練習系やってない方はちょっとわからないと思うんですけど、ひどいっすよ。あの裏のドロドロ感がすごいっすわ。あの特にね、安全運転系ではそのマナーがいい人が多いんですよね。あのやっぱこう秩序を守るというか、まあ同調圧力っていうのかな、やっぱマナーのいい運転する方向ではあるんですよ、そういう安全運転する人ね。でもマナーの悪い人に対してすっごい厳しいんですよ。マナーの悪いというか、まあまあマナーの悪い人に厳しいんですよね。で、その、性格からか、ちょっと人と違う価値観の人にはすっごい当たりがきついんですよ。自分はこういう運転だ、こういう乗り方をしなきゃいけないとか、まあマウントの、最上級というか、もう価値観の押し付けがすごいんですよ。まあ僕もね、ネタ動画いっぱい上げます。転倒動画だったりとか、あの引き起こしとか、あのセンタースタンドもそうなんですけど、切り取りでネタ動画をポンと上げるんですよ。じゃあそのやり方はダメだとか、あのコツがなってないとか、技量がないとか、まあその全部分かってあげてるんですよね。でも
まあまあ僕も技量はないんですけど、技量もないし知識もないので、まあ、言われて、具の根も出ないんですけど、まあその、ツッコミがすごいというかね、まあなんかこう自分が警察官になったかのような、まあ白バイとかいっぱい見てるので、多分そういう白バイの気持ちになっちゃうんですね。こうある、ちょっと語彙力がないんですけど、なかなか言葉が出ないんですけど、自分がこう制裁したいというか、正義になりたいというか、悪を裁きたいみたいな気持ちの方が多い気がします。すっごい多いです。安全運転系の練習やってるとすっごい多いですね。それはダメだとかね、価値観の押し付けがすごいかなと。なのですぐ分かります。まあ、僕もね、愛想よくするんですよ。で、喧嘩もしたくないので、相手を尊重するし、話も聞くし、相手を否定することも言わないし、でもそういう話をしていくと向こうが調子に乗っちゃうんでしょうね。どん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 話がね、大きくなって、まあ、嫌になってくることは多いかなと思います。まあ、最後にこれ、こういう話あんましたくないんだよな。ほぼほぼね、みんないい人やし、僕を慕ってくれてる人ばっかりなんですけど、やっぱ年齢でこう差別して差をつけてくる人はいますよね。おっさんライダーね、若い人とかバイク歴が短い人をなんか下に見てる気がするんですよ。ほぼほぼいいおっちゃんライダーばっかりなんですよ。僕、まあ若造なんですけど、若造がこう話してもすっごくね、低身長で腰が低くてね、もうすごく謙遜されて、いやいやそんなことないですよ、いつもとか見てますって、もうめっちゃ腰が低い方も非常に多いんですよね。でも一部こうやっぱそれは違うとか、否定から入ったり、自分の方が上だみたいなね、何かと価値観を押し付けてくる人は一部いますよね。そういう人に何を言っても無駄なので、若者ライダーさんに言いたいのは、もうそういう人に会ったらもう無視するしかないですよね。道の駅でそういう風にこう悪気はないんですよ。そういう方も悪気は一切なくて、良かれと思っての発言なんですけど、それ相手の気持ちがね、わからないだけなので、もう無視するのが一番こう平和なのかなって思います。お互いにね、そこでこう反論しちゃって、なんすかみたいな、いちゃもんすか、喧嘩売ってるんすかみたいなこと言っちゃうと、また喧嘩になるので、まあ、向こうもヒートアップして、で結局そのなんか SNS にこんなこと言われたみたいな、なんかこうね、不幸せみたいになるので、もう無視が一番、平和かな。無視するか笑顔で愛想笑いするかぐらいかな。もう僕が YouTube でコメント、そういうコメントが来たらもう無視するんですけどね。はい、はい、ごめんなさい。今日はね、ほんと、愚痴コーナーでした。で、まあ、ここまで見てくれてる方、ありがとうございます。ネタです。ネタ動画です。YouTube って、ちょっとこう、炎上を狙ったり、サムネイルも過激な風な、ちょっとインパクトのあるようなサムネイルつけたり、タイトルも、煽ってみたりしないと視聴数が取れないので、ちょっと持って話してる部分はあります。実際僕が練習会で話するとこんなこと言わないでしょ。人否定したり喧嘩売ってるようなことは言わないので、これ動画のエンタメとして、見てもらえたら、いいかなと思いますので、まあ、一つの話の、ネタで撮ってますということで、気分悪く
された方はごめんなさい。まあ、こんな若造ですけども、いろいろご指導いただけたら嬉しいかなと思います。で、僕も人間なんでね、ダメなことはダメって言うし、セクハラとか、パワハラとか暴力とかもう大嫌いなんで、そういう風なことに発展しそうな時は、あらかじめ、きつく言わさせてもらってます。はい、ということでね、またこれからも島トレの、このチャンネルよろしくお願いします。こんな提言系の、モノモース系の動画まだまだ言おうと思ったら言えますけど、普段は言わないんでね言わないんであんまり慣れないな。もうちょっとね、なんかガツンと言えるような性格だったらいいんですけど、僕ほんますぐねニコニコしちゃうし、きついことも言わないし、先輩ライダーにはね、ね、ワンちゃんみたいに教えてくださいみたいなね、すごいっすねみたいな寄っていっちゃう性格なので、なんかこう炎上系動画がね撮れないんですよね、なかなかねごめんなさい。はい、ということで最後に、ネタでしたということでね、ネタというか、まあネタはまあ半分、事実半分ってまあ言ったんですけど、まあそんなとこですよね。はい、いかがだったでしょうか。おっさんライダー、僕もおっさんライダーの足に踏み入れたし、こんなことはないと思うんですけど、おっさんライダーの皆さん、若者に嫌われるぐらいだったらいいですけどね、犯罪とか、セクハラとか誹謗中傷とか、まあ、そういうちょっとね、法に触れるようなことになっちゃう、無意識になっちゃうかもしれないので、今の時代、ね、SNS で拡散とかされたりするので、本当ね気をつけた方がいいですよ。昔みたいにいいじゃんいいじゃんじゃなくて、もうほんとねシビアな時代になってますから、ネットリテラシーとかそういうマナーとか、昔は大丈夫だっても今はそういうの通用しなくなってるんで、ほんとね調子乗ってると痛い目見るんで気をつけましょう。ね、僕が言うとなんかこう なんやこいつみたいなことになるんでしょうけどね。はい、長くなりました。ありがとうございます。はい、僕も気をつけます。